こんにちは、マサイのキョンキヨンです。今回は東京都板橋区の新河岸川で小学2年生の男の子が溺れて心肺停止になったと、またそれを助けようとした男性1人が行方不明になった事故についてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということで、まず男の子が溺れた理由としては、河川敷で小学生で遊んでて靴が川に落ちて、それを取ろうとしたら溺れたということで、まあ、そして溺れてるところを見かけた男性2人が飛び込んで、1人は自力で上がったけど1人がまだ行方不明だということで、まあ、すごくこの事故について思ったことが、登場人物に悪いやつが誰もいないっていうことがすごく思いました。その逆っていうのは、まあ、結構頻繁にあるんだけど、登場人物が全員悪いやつで、もうみんな死ねばいいのにっていう人とかたくさんいるんですけど、今回の事故に関しては、すごく不幸が連鎖して重なって最悪な結果になってしまったなというのがすごい思いました。川は危ないっていうのはわかるんだけど、ただその靴、自分の靴を拾おうとして、もしかしたらその靴が大切なものだったかもしれないし、そしてその溺れてる姿を見た男性の方が川に飛び込んで、助けようとしたけれど、行方不明になってしまったと。いうことで、すごく嫌だなって思いました。こういった結果になるのって、だからそういったことが起こらないように今後何か対策しないといけないんじゃないかなとすごい思いました。ということで、今回は東京都の板橋区の新河岸川で小学2年生の男の子が心肺停止な状態、そして助けようとした男性が行方不明になった事故についてお話ししてきました。それでは、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。